Hello guys! 今日はこの間の続きみたいな感じで Today I'm gonna be sharing the things I only own one of 今日はこの種類の中では私は1個しか持ってないっていうものの紹介をしたいと思います。これもあまりランダムなものではなくて私と近い年代の女性が一般的に持ってるであろうもののアイテムからチョイスして紹介します。まずめっちゃ古いアンクルまである普通の靴下、普通のタイプの靴下1個しか持ってません。私基本的に靴下が好きじゃない、裸足が好きなのであんまり靴下履くことがないので1個しか持ってません。ストッキングも1枚、1年に数回しか履かないけどこれが破れたらやばいね。1足だけです。あとベルトも1個しか持ってません。しかもこれ300円。ストールも1個だけ、ターバンも1個だけ。もう今冬物で片付けちゃってるんですけど、帽子、ニット帽も1個だけ、マフラーも1個だけ、手袋も1個だけ。これは沖縄だからっていうのもあるかもしれないけど、冬物系はそんなに必要ないので1個ずつだけ持ってます。あと水着も1種類だけです。でこれ最後に着たのが2年前ぐらいで、この2年前に買った時も20年ぶりぐらいに泳ぐって買いました。沖縄の人だからしょっちゅう泳いでるイメージが本土の方あるみたいですけど、沖縄の人が言う、よく聞くのは沖縄の人は泳がない、ビーチにいるのは観光客っていうのをなんかよく耳にします。ブラウスも1着だけ持ってます。しわくちゃだけど、ワイシャツも1着だけ持ってます。あとショーパン、ショーツ、パジャマは抜かして、お出かけ用のショーパンは1着だけです。これは2人暮らしだったらそんな珍しくないと思うんですけど、テレビはお家に1台です。でも考えたら、一緒に住み始めた当初、二人暮らしを始めた当初は私が前持ってたテレビも持ってたので、一応は最初は2台ありました。今はそれを友達にあげたのでテレビは1台です。キャリーバッグも1つだけです。スニーカーも1着だけです。これも私年に 1、2 回ぐらいしか履きません。あとフラットシューズっていうんですか、わかんない、ぺたんこの靴も1個だけです。これも数ヶ月に1回とかだけ履きます。今ここにないけど、ピンヒールも前は何足か持ってたんですけど今は1足しか持ってません。一般的に何が普通なんだろうわかんないけど、腕時計もマスカラも1個ずつ持ってます。お家にあるスタンドランプはこの1台です。メガネは2ペア持ってるけど、サングラスは1個だけです。沖縄では家族一人一人それぞれが1台ずつ車を持ってるっていうのが当たり前っていうか、そういう家庭の方が多分多いと思うんですけど、うちは車は1台です。私最近またお仕事の時は同じ洋服を着るっていうのをやってるので、今も暑いので着てるワイシャツが1着だけだと洗濯が大変だったりっていうのはあるんですけど、その他のものはその靴とかベルトとかなんかメイクとかは全く困るっていうことはないです。自分の特別な好きなものをより厳選して、その洋服とか靴とかの出場回数を増やしてあげた方が私にもハッピーだと私は思います。アクセサリーとかメイクとかもたくさん持ちすぎて結局使わないとか悪くなっちゃって使えなくなっちゃうとかがあるよりは、出かける準備する時とかも厳選されたものだけから選ぶので時間もセーブされるし、それらを置いてる飾ってるスペースも厳選されたものなので常にオーガナイズされてる。でそういう厳選されたものに目が行くっていうのの見る目が養われて、それが生活すべてのクオリティにつながると私は思います。というそのジャンルの中で一つだけ私が持ってるものの紹介でした。なんか話がそれたけど。ではまたね。バイバイ。